ブスコパン注射エキスコポラミンは、トロパンアルカロイドで、ムスカリン受容体気候薬の一種。ヒオスチンとも言う。アセチルコリンのムスカリン受容体への結合を、競合的に阻害することによって、抗コ,コリン作用を有する。これにより、副交換神経系の抑制をきたし、同行活躍筋の主観による、酸同、眼圧の上昇、レンズ調節の麻痺、心拍数の上昇、 消化管の緊張や運動の抑制などを引き起こす。日本の承認医薬品、ウチルスコポラミン化物は、ドイツのベーリンガー・インゲルハイムによって1940年代、後半に合成、開発された鎮経剤である。発現率1%以上の副作用は、口活が9.4%、便秘が4.4%、目の調節障害が1.7%、 新規更新セ1.4%である。過量投与によって、線望や血圧上昇などを引き起こす可能性がある。有効成分の規制区分は毒薬である。ブチルスコポラミン収穫物は、消化管の運動を抑制するので、消化管の X 線及び内視鏡検査の全処置、消化管の頭痛時の鎮型によく使われる。また、尿路結石に伴う頭痛に対して、 尿管を拡張させる目的でも用いられる。目ない圧を上昇させるため、緑内障患者での使用は禁忌。前立腺被害による尿閉を悪化させるので、高齢男性への投与は慎重投与。出血性大腸炎などへの投与も禁忌となっている。人を対象としたスコポラミン投与試験で、言語エピソード記憶や意味記憶などの記憶障害。 注意検査におけるパフォーマンス低下などの認知障害を引き起こすことが示されている。また、スコポラミン投与による記憶障害のモデル動物が広く使用されている。そのためスコポラミンはデートレープドラッグとしても知られる。ウチルスコポラミン収穫物のバイオアベイラビリティは1%未満で体外に吸収されるのはごく一部である。血液のお関門の通過性については、 ラットのデータでは、中枢神経系へほとんど移行しないことが示されている。通常の治療要領では、精神面への影響は出現せず、頭痛、頭重感、眠気、めまいが数パーセント程度見られるだけである。むしろ緑内障や前立腺肥大の存在や、ショックなどが問題になる。スコポラミンは、大鬱病性障害や、双極性障害の抑鬱に対する、 抗うつ薬として研究されている。単極性及び双極性の抑うつに対し、スコポラミンは効果的な抗うつ薬であり、最初の投与の3日後から迅速に作用すると結論づけたシステマティックレビューがある。ありがとうございます。